my mon tachi yonde ru ze kureba ku hodo afureru power sekai jū kara tsukamaeru yume wa muteki no gourmet fighter sa ume no soko e kyōga no hake e tonde jan 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 katake knock 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 kansha komete itadakimasu. さん、昨日の夜見たのよ。吹雪の中を歩いていく巨大な影を。あれは絶対に誰も知らない新種の生物に違いないわ。巨大な影、超絶スクープよ。すぐに取材に行かなくちゃ。ちょっと待ってください、ティナさん。一人で行ったら危険ですよ。それに何かの見間違いかもしれん。俺も聞いたぜ、遠方で山くれでかい何かが動く音だ。ゼブラの耳が聞いたっつうなら間違いじゃねえな。ペリーも感じてたみたいだな。歯応えのあるやつだと嬉しいんだがな。とりあえず行ってみっか。ねえ、珍しく意見が一致したな。気をつけてくださいね。メガ盛りスクープが出たら知らせて。さあ、探索を始めるとするか。巨大な影ってのはこいつらのことか。全身を氷で覆った氷の巨人。おれおれ
もらうぞ。調子に乗ってんじゃねえぞ。よせゼブラ、深追いするな。もう十分勝っただろう。俺に指図してんじゃねえぞ。こらブリザードが激しくなってきている。道が閉ざされる前にキャンプへ戻る。物足りねえな。これだけの猛獣を買ったのに。ゼブラさんを満足させる猛獣って、いえ、想像しただけで恐ろしい。やっほー、メガ盛りスクープゲットできた。この猛獣が。どうしたゼブラ。俺が聞いた音はこんな雑魚の音じゃねえ。もっと邪悪で調子乗ったやつの音だ。邪悪？一体誰なんでしょう。今度見つけたら絶対ぶっ潰す。俺の耳元で耳障りな音を立てる。